ウト。これが私だ。私の名前は赤松楓。今私はようやく私を認識した。はじめまして、私この狂った物語の主人公さん。あれ？教室？ここ。あ！いつもの通学路をいつものように登校してたら、助けてって必死に叫ん、みんな見て見ぬふりしてんだな。世の中はその意識がなくなっちゃって。そうだよ。え？もう
うん。また、てめえらもあの化け物。あいつらはな、俺様子見に。ダメですよ。あの怪物がまだ近くを入っ、あなたたち、これで中、ここにいる人数っすよ。これおっと、俺の名前は天海乱太郎。悪いんすけど。つーか、いや、は？おい！はーい！もう、え？じゃあ、私！あー！マジかよ。
待ってください。何言うてんねん。あ、何言うてんねん。ねえ、わあ、タイトルはいいか。あのね、あれ？あ、ほんか！Two. Oh.
remains of a once powerful yokai. Ma, ええか? Right now, you're on the threshold of an amazing adventure. Ota sa! One. あれ?あれ?教室?ここ、どこ?なんで私、こんなところにいるの?あ、Adventure. Yeah.
とチェリー。ヘルヤー。なんや、もう、え、うるせえ。え、あのね、ビンビンだぜ。しまった、あのさ、うん、子供の頃から暇さえあれば、それこそ寝るのもたって、その…それで…はぁ…まあ…あのさ…あのね…どうしたの？うん、でも…ね、それは…そっか、よし、そうだね、あ
ねえ、うん、それはそいや、つうか、まいったっすよ。そりゃまあ、おっと、うん、俺の今のところどんま、
やっぱ楽しみなんすよ。もう。いや。
かして、うん、ねえ、だって僕の名前はキーボ。お、うん、俺はオーマ。ところでさ、失礼な西氏笑いますだよね。バカにしないでください。あの、ええ、ですが、どうですか？ねえ、ちょっと西氏、俺は、え、本当だよ。もう西氏、あのさ、おお、でも、まあに、もう、まったく、怒った？できません。サイハラ君、そうだね。そうかな。へえ、いやね、あれ、まあ、なんだ、まだまだだな。うん、だが、え、昔超高校級のテニス選手、俺は、え、確か、やれやれだな。え、いや、そんなことより、
そうだね。あ、うん。え？いや。ねえ、うん、私は、僕は、もう、春川真希。はあ、え、そう、どうでも、うんうん、ねえ、うん、違う、え、別、ねえ、そうそう、そうね、うん、ちょっと、え、うん、あのさ、そうじゃないよ。は？もう。僕の名は新宮寺。おや？そっか。民族学は、そう、うんうん、そうだよ。美く、僕は人間っていい。だとすると。Threshold of an amazing
あのね。あのね。だから。うん。あ、名前は極原。ゴンタは紳士になりたへえ。やっぱり。ごめん。うん、うん。そうなんだ。そっか。うん。でも。でも。ゴンタは。待ってよ。どうして。そうじゃないよ。よかったよ。やめてよ。それに、どうして。失礼したわ。私は超高校級。確か
ね。いいえ。へえ、いいかしら。いいえ、メイドだもん、みんなのため。あのさ、そうだね。そうよね。じとなん、シュメロさん、魔法、待ってください。やめてよ。大丈夫だよ。よかった。バカが。心配すんな、俺に任せとけ。なんだろう、どうした。ほら、ところでさ、大丈夫っすよ。それでどうとした？そういう殺し、殺し、とにかく危険です。おや、かわいい我が子。ちお父ちゃん、お父ちゃん、お父ちゃん、僕こそは、そして、さ、そう、モノクマ。わー、我が子たち、まったかわいい。お父やん、バカ言うな。チャリ、おもろなってきた。だから、怒っいや、正しい心のモノクマが6匹。この星がめちゃくちゃやけど、神。とにかく。ダメよ。せやけど。思いつかないってことはいないんだ。むしろ、ウゲゲー。とある少女。ふう。え、ヘム。なんか。いや。
いいだいいだ。ムキえ、うぬむチンせやけど。そうよ。まったく。っていうか、うどうして。いやエクストリーム。やめてください。え、そんなことしないよ。っていうかさ、ひらん、つまりふざけないでください。あれあれ、やだな。ぷぷぷ、うん、あー、むきアホか。うむ、かわいいな。え、ねえ、おい、ふん、全滅けどよ。やだな。じゃんじゃじゃーん。は？そうそう。うん。はーい。あのね、学級裁判では殺人を犯した黒と、この学級裁判の場で黒はだね、その後の投票タイム。さあ、殺人を犯した黒だと。やっぱり残酷だわ。そう、殺人を犯した黒だけがお仕置きされて、ただしもし学級裁判、罪を逃れた黒だけが生き残って、ヘルイヤー、ブヤイヤイヤ。ショイン、あのね、なんつうか、まったく、あのさ、そうそう、え、それも外の世界と一緒だよね。罪がば、もちろん命がけの罰だよ。ヘルイヤー。え、ビビビビだぜ。黒いわ。ゲル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 。ああ、ビビビビだぜ。え、あ、さてと、ワクワク、ドキドキ。今回も殺し方は問い。撲殺が好き？刺殺が確実？考察はコスパがいい？射殺でも応殺でも小殺でも出来殺でも歴殺でも爆殺でも斬殺感。お好きな殺し方で、お好きな相手を。あ、最終学園はそのための学、才能あふれる天才高校生を閉じ込め、その舞台となるのが。参ったっすよ。でもさ、そんな、ダメだ。おぽぽ、え、ではおや？やめてよ。違う。私が。え、